皆様、ね、ベルシアンでございます。今日の夕食はですね、今日は寒くなってきたので煮込みそばを作りました。でウェイパーのスープにね、少しね生卵をねかき入れてね、ちょっとねパイタン風に仕上げて、でその上に玉ねぎとピーマンともやしをのっけました。で今日もね晩酌としていきますので、今日はねいつものね銀色のやつじゃなくてね、こちらでございますね。はい、こちらでございます。これ赤色のやつでございますね。この赤色のやつを今回はね飲んでみたいと思います。いきます。ございます、ね、皆様ですね、ちょっとあの体調不良になりまして、ちょっと大変皆様ねご心配をおかけしました。本当に申し訳ございませんでした。ですがね、徐々に今回復しておりますのでね、で次の動画はねいつやるか分かりませんがね、もし機会があればねまた動画をね、続けていきたいなと思っております、ね、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。短い動画ですが、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、失礼します。ベルシアンでした。寒くなりましたので、ね、お風邪に気をつけてください。